はい、こんにちは、ETF ライダーの UJ です。お久しぶりです。今シーズンももう2月入るのでハイシーズンを迎える頃なんですが、皆さん結構もうスノーボード楽しんでる頃かとは思います。僕も結構もう今日滑って30日目なんだかんだめっちゃ滑ってますねはい。で、今年はね結構スノーボード FNTC の板も買って、バインはフラックスのバインを買って、でついこの間ボルコムのウェア着てたんですけども、ちょっといい欲しいウェアがあって、ベスプのウェアを新調しました。で、まあ、そのぐらいかなと思ってたんですが、ちょっと最近靴がフラックスの靴がちょっとこたってきちゃって、ちょっとワンシーズン持たなかったんですよね。それで来月ちょっと新しいの買おうかなとは思って、それはもうしょうがないので、で言ってる中で今日はちょっとゴーグルを新調してきたので、ゴーグルもねやっぱり傷ついたりとか剥がれたりとかして、あとスポンジ部分がこたってきちゃって、こう曇りが激しかったりとかするので、どうしても消耗品の一つよくなので変えなきゃいけないっていう時もあるんですけれども、今日紹介したいのはじゃーん、スミスアイオーマグですね。こちらを新調してきました。で、昨シーズンまで使ってたのがこちらの IOX、 はい、結構スミス好きで使ってるんですけども、今回ようやく待ちに待った今シーズン、スミスからマグネットタイプのゴーグルが出ました。はい、これめちゃくちゃ調子いいっすね。今日使ってきたんですけど、全く曇らないです。そしてこの見やすいっすね、めっちゃレンズ。これ曇り用なんですけれども、曇り用とか吹雪とか天候の悪い日とかに、ナイターもちろんにも使えるレンズで、もう一つレンズがついてて、最初にこっちついてたんですけども、これが晴天用ですね。じゃん、こんな感じです。これ晴天の時やっぱりこっちで滑ったらめちゃくちゃ気持ちいいです。見やすくて、はい。で、今日はこのゴーグル、アイオーマグ、これの、まあ、ちょっとした使い方というか機能を紹介したいなと思います。まずこれの売りはレンズですね。もちろんマグネットもそうなんですけども、何がすごいかって、傷はもちろん多分わかんないですけど、木の枝とか当たったらもちろん傷はつくとは思うんですが、この表面のねコーティングしてあるところが剥がれないっていう、もう こういうのは剥がれちゃうんですよ、どうしても。だけどこれはもう練り込んであるので剥がれることはないっていうのが売りです。で、なんか宇宙飛行士が被ってるメットっていうのかな、あれのと同じ、 NASA が公認のそれと同じ素材でできてるっていうので曇らない。はい、今日全く曇りませんでした。まあ新品っていうのもあるんですけど、あと、まあ、もちろん剥がれない、これが売りみたいですね。まあ、ちょっと使ってって、もちろん宇宙服とは全然ゴーグルじゃ違うので、どう違うかはこの今シーズン使ってって確かめていきたいと思うんですけども、まあ、とりあえず今のところすごく調子がいい。で、ゴーグルマグネット、これアノンとかでもマグネットが主流なんですけども、アノンのマグネットっていうのはもうマグネットだけでカチャンとついちゃってるので、やっぱりこうぶっ飛んだ時とか、でもちろん転んだ時、こう顔から行った時とか、どうしてもこう衝撃とかこういうねじれに弱くてレンズがポーンって飛んじゃってなくなっちゃったりとか、もちろん傷ついたりとか、まあ、要は外れてしまうっていうのがあるんですけれども、このアイオンマグはこれ外れません。
なぜかというと、あのロックしたいです。さらに衝撃とかひねりに対応できるように、でちょっと見づらいと思うんですけども、ここ横、ここでロックをしてあって、この裏側の部分、ここですね、ここをカチャッとこう押してやるんですよ。それでこうつまんでやると、ここのロックがこうですね、こう外れるんですね、こう言いますか。でこれを押しながらレンズを引っ張ってやると、さあこういう感じで剥がれます。でさらにこっちもチャッとやって引っ張ってやると剥がれます。もうこれだけですね。すごくレンズ交換が簡単です。でそのままレンズを変えて、こう1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、8、そうですね、マグネット、強力マグネットが、8箇所についているので、そうなんですよね、ちょっと見づらいですけどね、これがもうこうパタンとつく、これだけです。であとはここがカチャッと、カチャッと入れてやると、もうロックが簡単にかかりますんで、全然取れる心配がありません。まあ、紹介するとしてもこのぐらいなんですけど、これはぜひね使っていただきたいなと思う一つですね。あの皆さん好きなゴーグルとか、まあオークリー、あのまあいろいろあるとは思うんですけども、あのドラゴン、あとドラゴンとかも結構みんな使ってるの見ると、結構みんないろんなの使ってるなと、あとやっぱりグラフィック形、これがみんな好みあるのかなと思いますけれども、まあ、もしねスミスが気になってるっていう方いらっしゃったら、あのぜひね今シーズンはこのアイオマグ、これがぜひおすすめです。で今回あのノースフェイスとコラボしてるアイオマグもあったんですけども、このバンドがね黄色だったので、僕ちょっと似合わないんでちょっとこっちのブラックの方を買いました。でもあのアイオマグのこのノースフェイスの方はレンズが超光レンズなんですよ。超光レンズどうなってるのかっていうと、まあもちろん晴天、曇り、吹雪とかナイターとかに合わせてレンズの色が変色する、変わる、画期的ですよね。それ1枚あればめちゃくちゃいいっす。それも欲しかったんですけど、やっぱりレンズだけ買ったら2万ぐらいするっていう話だったんですけども、いやーどうかなーって。でもせっかくマグだし、交換も簡単にできるので、ね、何せバンドの色が黄色がちょっと僕に合わなかったっていうのもあって、ちょっと超光レンズを諦めたんですけども、まあ、機会があったら超光レンズちょっと試してみたいなとは思うんですけどね。あのそういったあの結構今年は売りなところがスミスさんいっぱいあって、とてもおすすめです。はい、ついでなんですけれども、この IOX 去年もやってたんですね。これも今年も同じ形です。まあ同じ形、デザインは違いますけども、取り外し方はこっち、ここですね、この2個、これを上にカチャッカチャッと上げてもらうと、ここがカパッて外れます。カパッてね、これだけじゃ取れないので、このバンドの部分を横にするんですね。これを例えば横にするとこう外れます。こっちも横にするとここから外れます。もうあと鼻のところですね、ここはもう何ですか、入ってるだけなので引っ張れば取れます、簡単に。こういう感じで意外とね IOX の方もあの交換は簡単です。あのマグとは違ってカチャッとはいきませんけども、まあ、はめ込む時はカチャカチャと入れて1箇所2箇所3箇所4箇所5箇所6箇所かな、まあ、手順としては6箇所ですけども、あの箇所としては3箇所、大きく鼻、横、上だけなんで、これも簡単につくんで、IOX の方でも超光レンズはあります。なのでもし超光レンズ気になるよって方いらっしゃったら、
あの超光レンズ1枚あればね、あのクリアのレンズついてくるんですけども、多分1枚あれば全然いけるっていう形なんで、あまり交換はいらないのかなと思うので、もしよかったら IOX こっちの方でも試してみてください。超光レンズ今年モデルありますんで、ぜひ使ってみてください。はい、ゴーグルはこんなところですかね。はい、今年もう今シーズン1月も終わりますけれども、あさってちょっとルスツ ETF メンバー、今回3人 ETF メンバーの3人で、ルスツの方にちょっと滑りに1泊2日で行ってこようかなと思っております。はい、そうですね、今年は結局フルセットを結局なんだかんだ買っちゃいました。まあブーツはまだですけども、買う予定なので、やっぱりね、お金かかりますね、スノーボード、来シーズンはもう板とバインは調子いいので、このままで行こうかなと。ブーツはこたり具合によりますけど、まあウェアも毎日欲しいですよねだけどこの時期に買っちゃったので、結構ね、ベースいいんですよ、調子が。グラフィックとかシルエットがすごく良くて気に入ってます。なので来年も着たいなとは思ってるんですけど、もしあれだったら上だけか下だけとか、そういったどっちか買おうかなとか思うんですけども、あとグローブもね、ベスプで買ったんですよ。もう明日ぐらい届くと思うんですけど、それにこう去年とは違うスタイルでやっぱり滑りたいっていう気持ちになるんで皆さんも何かとお金はかかると思いますが、ゴーグルはね、消耗品だし、吹雪の時とかは特にないと困るので、ぜひちょっと今使ってるゴーグルがちょっと傷つきすぎて見えにくいなとか、買い替えたいなとか思ってる方いらっしゃったら、ぜひね、僕も使ってます、このスミスのアイオマーク。じゃあぜひちょっと考えて検討していただけたらいいなと思います。はい、以上です、はい、ありがとうございました。またね、なんかいいっていうか、なんか新しいものを仕入れたりとか、なんかこんなことを説明しようかなとか、なんか思いついたりしたらまた、アップしていきたいなと思ってますので、ぜひ暇があれば MJ にお付き合いいただければなと思います。はい、皆さん滑る期間は何月までとか人それぞれかもしれませんけど、ついにハイシーズン迎えたということなので、これからもどん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 皆さんスノーボードを楽しみましょう。はいでは今回はこの辺で、ありがとうございました。UJ でした。